こんにちは、レイセンです。今日は12月25日土曜日になります。実験生活1350日目、だいたい生揚げとドリンクで小食粗食実験、今日13日目です。天気は晴れ、晴れ、曇り一時晴れかな。さっきまで割と曇ってたね。で、現在時刻は午後1時半ってところです。で、今日も昨日と同じような感じでやっていきます。生揚げと切らず揚げとマクロビハとイカリ豆、あと味付けいなり、まあこの辺かな。で、トヤミックスは1、2杯で、あと人参ジュースってところです。したら始めていきます。今日1杯目入れていきます。雪豆乳を300、明日雪らしいね。寒くなりそうだね。で、これ1を200。もう雪豆乳がないんだよな。補充しないと。これ1があと1本あるけど。グリーンスムージーもあと1本。雪豆乳だけはちょっと補充しとこうかな。で、あと水ですね。昨日の残りを入れていきます。神社の井戸水を300、で、人参ジュース昨日は1本720丸々飲んだとちょっと思ってたんだけど、残ってた人参ジュース少し残ってた。これこんだけ100ミリくらいかな、だけどまあこれはちょっと無視する。まあいいや、ちょっと無視でね。で、もう一本新しくね、これ、もう飲んでいくんで今日、この100ミリはまあ機能分として計上はしないですね。まあそこはいいでしょう。あと1階にちょっとみかんがあったんで、今は神棚をお供えしてるんだけど、そのみかんもまあちょっとね、何個か食べようかなと思っています。まあ小さなみかんだったんでね。したら、まあ、買い出し行ってきます。今買い出しから帰ってきました。2箇所行ってきた。で、買ったもの、まず有機豆乳ですね。これ補充で4本ですね、買ってます。あとがこれね、乾パン、まあ有名だよね、みんな知ってるよね、誰でも知ってるよね、乾パン。まあ普通はあの缶に入ってて、で、非常食用ですね、非常食用なんだけど、まあおやつ用にね、ちょっと買ってみた。カルシウム入りなんで、カルシウム入ってるとね、精神安定する可能性があるから。で、豆乳とか生揚げなら安定するんだけど、こういうのでも安定するのかなと思って。原材料名、小麦粉、括弧国内製造。で、砂糖、ショートニング、ごま、食塩、ブドウ糖、イーストですね。で、添加物が炭酸カルシウムです。添加物は炭酸カルシウムだけっていうね。一部に小麦、ごま、大豆を含むってありますね。2番目に砂糖ってきてるんで、あとショートニング入ってるんで、まあその辺どうかなーってのはあるけど、見立て製菓さん。見立てでいいのかな、これ。浜松ですね。まあ有名ですね。こういうね、乾パン。砂糖入ってるけど、これはそんなに甘くなかった記憶があるね。で、割と喉乾くっていうね。で、あとこれ。お醤油だけで味付けしましたっていうせんべい。わかりやすいよね。これ面白いんだよ。原材料名、うるち米かっこ国産、とじ、醤油、かっこ小麦大豆を含むってありますね。だ、原材料名がね、こう、まあ、ちょっと見えんかもしれん、ぼやけて。うるち米と醤油だけなんだよ。原材料名。ないよね。初めて見た、こういうの。普通こんな2種類だけじゃないもんね、原材料名。で、内容量 150g ですね。販売が丸井鈴木、東京。製造が島田米菓、茨城ですね。
珍しすぎたんでねちょっと買ってみた。味どうなんだろう。匂いはまあ普通だな、こういうやつだね。うん、染み込ませたって感じだね。うん、あ、普通に美味しいわ。うん、これでいいじゃん全然いいじゃんな、美味しいわ。うん、結構カリッとしてるっていうか歯ごたえがあってこれいいですね。うん、味いいや、普通に美味しいよ。あんなアミノ酸とってね、グルタミン酸ナトリウムなんかいらんな。うん、わざわざ病気のもとを入れてるっていうねわけのわからんことしてる会社が多いけど、これいいね。ほんと入ってないよなこれ、添加物入ってないよな。うん、めっちゃ優秀だこれ。これでいいや、もうずっとし、もうせんべいはこれでいこうかな。ただ300円なんだよ、値段ちょっと高いんだよ。なんでこんな高いんだろうねえ。うるち米と醤油の質がいいのかな、うん、でも質が良かったらもうちょっとなんか書いてあるよね、宣伝するよね、どっかにね、どういう醤油を使ってますみたいなさ。すごい質素だから、なんだろうなって感じだね、うん、でも、うん、いいなこれで、マクロビハビスケット。怒り豆ですね。で、味付けいなり。これと、あと、高菜。高菜の油炒めですね。まあ、お勤め品だったんでね、ちょっと買ってみたんだわ。油炒めですね。これが、原材料名が高菜、タンパク加水分解物、醤油、食用の種油、食塩、ごま、ウコン、加糖ブドウ糖、液糖、還元でんぷん、糖化物、調味料、カッコアミノ酸等でありますね。あ、一部に小麦、大豆、ごま、ゼラチンを含むってあるな。ゼラチンって動物性じゃんな。あちゃ、ちょっとやっちゃったか俺。まあいいや、買っちゃったよな。まあしょうがねえな。ゼラチンって多分あのタンパク加水分解物だなこれ。うん、あの作り方なんだよね。要は動物性のものとかも全部混ぜ込んでね作ったりするっていうのかな。だからまあその中にねゼラチンが入ってるんじゃないかな。まあいいや、うん、せっかくなんでね買っちゃったんでね、うんあんまり良くないけど、動物性のもの入ってるんでね。まあ今回はね、今回は。で、五目生揚げですね。まあこんだけです。そしたら、まあこの辺からね、順番に食べていきます。水入れていきます。神社の井戸水を300。今日なんかマクロキャー取ってからちょっと調子っていう、悪いっていうほど悪いわけじゃないんだけど、うん、一番いい状態から少し落ちたっていうのかな、そんな感じ。うん、頭痛が出てるって感じじゃないけど、なんか頭皮の状態がなんていうのさ、なんかちょっとなんかあのハゲそうな感じっていうかな、ハゲないけどハゲないけどハゲそうな感じっていうのかな、よくわからんけどね、うん、マクロビア取ってからなんだよね、うん、まあいいけど、したら取ってきます。次入れていきます。忍者の井戸水を300。寝るけど、うん、そしたら取ってきます。
今、1時ですね。で、ちょうど今、洗濯機止まったもんで、洗濯物ちゃちゃっと干して、計測入ってきます。ウエスト測っていきます。正面、側面、背中、76ですね。血圧126-89です。今日の結果報告です。今日は天気曇り、一時晴れ、睡眠時間8時間半ほどとっています。午後5時半から7時半までの2時間と、翌日午前3時から8時までの5時間、9時半から11時までの1時間半、合わせて8時間半ですね。で、ジョギングは今日もなし、ウェイトトレーニングもなしです。日中の室内温度、午後1時20分頃計測で19度、湿度は 42% でした。飲んだもの、有機豆乳、今日は1杯だけなんで 300ml、 これ1が200、あと人参ジュース720、水は神社の井戸水で900です。合計が 2120ml、 水900のため実質は 1220ml になります。で、これプラス固形物、今日が新しいやつはね、醤油だけせんべい、これ 150g、マクロビハービスケット 100g、 イカリ豆 126g、 高菜の油炒め 70g、 乾パン 200g、 味付けいなり1泊5枚入りってところです。乾パンはラスト 40g ぐらいかな、ちょっと残ってて、それを朝ですね、朝食べてます。起きてからですね。あの五目生揚げも買ったんだけど結局食べなかった、なので明日食べます。漢方なし、香辛料等もなしです。尿回数4回出てて、濃さ薄め、平均的な濃さ、量は平均的な量でした。大便が1回ですね、出てます。午後5時20分頃色褐色、中太バナナ状20センチプラス細バナナ状20センチ、平均的な硬さで匂いはわずかにありってところです。まあ今日の便も快便って感じでしたね。で、おならはたまにありで、匂いはなしです。今日の計測時刻は午後1時半頃ですね。昨日よりも1時間と30分ほど遅いです。まあその分 0.15kg ぐらいは減ってることになります。体重 67.50kg。昨日に比べて 0.45kg の増加です。なので、昨日と同じ時間に測ったら 0.6kg の増加ですね。なので、割と今日体重増えてんだよね。BMI21.3 でプラス 0.1、 体脂肪率は 18.9% で 0.2% の増加です。なんで体重の方が割と増えてて、体脂肪率はまあそうでもないっていうところですね。血圧126-89、最高血圧プラス12、最低血圧プラス7、なんで血圧が今日はどんどん上がっちゃってますね。脈拍77でマイナス1、ウエスト76センチで2センチの減少ですね。昨日78なんでね。なんかウエスト、体重増えたのにウエスト減ってんだよな。まあ、昨日でもラスト、あれ朝ちょっと残ってたのを取ったっけ？あと測り方とかもあると思うんで。で、今日の気づき。まず、今日はあの、だけせんべい。まあ、だけせんべいって自分がつけた名前なんだけど。醤油だけで味付けしましたせんべいってやつだね、あれはね、なんかあの袋が個人店っていうのかな、小さな個人店が使うタイプの袋っていうのかな、包装用の袋、だね。で、後ろに貼ってあるその原材料名の表示とかのね、シールですね。ああいうシールとか見る限り多分ね、個人店だね、小さい、まあ会社っていうのかな、有限会社っていうのかな、
小さな、まあ、個人の会社が作ってる、製造してるっていうタイプですね、あれは。なんだけど、うん、あの原材料の表示見る限り超優秀だね。ああいうのが欲しかったっていう、うん、あれのね、あれを買う、あれ見つけるちょっと前っていうのかな、まあ、買ったのはいつも行ってる行きつけのスーパーなんだけどさ、で毎日そのせんべいとか置いてあるコーナーは人通り見て回ってるんだけど、今まであれ目にしたことなかったんだよね。なんで、まあ、新しく入荷したのかなと思うんだけど、うん、あれ買うちょっと前にね、あの添加物とか一切使ってないシンプルなお菓子ってのかな、超シンプルなお菓子っていうのはないのかなみたいな、そういうのあるよなってかね、そういうのが欲しいんだよみたいないうふうに思ってたんだよね。思ってたら出てきたね。うん、面白いもんでね、頭で思考すると割と早い段階で現実化する、まあ物にもよるけどさ、早いやつは本当すぐ現実化するんだよね、うん、そうそう、こういうのが欲しかったんだよっていうね、うん、ちょうど思ってたんだよ、うん、なんでシンプルね、原材料の表示がすごくシンプルなやつっていうのかな、だいたいもともとそうなんだよね、うん、せんべいだってさ、わざわざあんなグルタミン酸ナトリウムとかね、変な添加物入れる必要なんかないんだよ、もともとそんな風に作ってなかったわけだよ、ちょっと前まではさ、うんね、普通にもち米、うるち米だね、もち米とか、米と醤油だけでね、せんべいだって作ってたわけだよ。普通に焼いて、でね、醤油で味付けっていうか、うん、タレ染み込ませてさ、うん、そんだけの話やんな。すごいシンプルなのにさ。それはなんか、ああだこうだ、添加物入れてさ、変な風にしちゃってるっていうのが現代なんだよ。で、しかも、添加物入れても大して美味しくないっていうね。うん、で今日のねせんべいは美味しかったんだよ、うん、これだよって感じだね、うん、やっぱこういうのが欲しかったっていうね、うん、まあ実際にね本当にまあ2種類だけで作ってるのかどうかはこっちでは見えないけどさ、まあ信じるしかないけど、うん、でもまあ2種類だけで作ってる可能性は高いと思うから、うん、まあ安心感あるし、値段が300円なんだけどさ、ちょっと高いんだけど、まあ個人で作ってたらそんなもんかなとはいう気はしますね。あとはまあ素材がそんな悪いものではない、まあそれなりのものを材料でね、それなりの材料を使ってるのであれば、まあ300円は妥当じゃないかなと思うけど、どこ産のうるち米とか分かんないからね、材料どういう醤油を使ってるとかさ、どういうお米を使ってるとか分かんないからね。だけど食べた時のフィーリングは良かったね、うん、食べた感じはすごく良かった、あやっぱこういうのだなと思った、食べるべきはね、うん、添加物入ってるやつなんか取っちゃあかんなと思った、気持ち悪いしな、なんか変なものを体に入れさせるっていうね、うん、正気じゃないと思うし、まあそんな感じです、うん、あのだけせんべいは美味しかったですね、うん、あれまた買ってこようかな、うん、まあ今年中はね一応食べるんで、うん、まあ来年入ってからでも必要に応じてね、まあ取る可能性はあるんでね、固形物もだ今のうちに取ってもいいものっていうのはね、まあきちんとね明らかにしておくのは大事かなと思うんで、あのだけせんべい手に入るのであればね、あれおすすめですね。ただ食べてるとやっぱせんべいだけあって、下の方にね口のこの下のあたりっていうのかなにカスがね、カスがボロボロ落ちるんで、まあお盆ないしなんかね受け止めるものが必要ですね、ああカスを受け止めるものっていうのかな、普通に食べたらもうこの辺がね汚れるっていうかカスだらけになる、うん、まあそのまま窓行ってバッバッってやればねいいんだけどさ、うん、そんな感じ、味は良かったですね、うん、ただまあそのうちあんな醤油だけだと物足りないっていう風になるかもしれないけどね、うん、もっといろんな味を楽しみたいみたいな感じになってくると思うんで、
そうするとまあ他のね添加物の一杯入った商品の方も買っちゃったりすることになるかもしれないけど、メインはあのだけせんべいでやっていくのが一番いいんじゃないかなと思いますね。あれね、なんかそのせんべいの中にね、あの生米がね、粉砕された生米っていうのかな、がなんかあの粒状に散りばめられてるっていうのかな、中に入ってんだよ。生地の中に粉砕した生米を入れて、で混ぜ込んでるっていうのかな、そんな感じ。食べた時にね、なんか生米のカリッとした感じが入ってくるんだよ。それがね、結構あのアクセントになって美味しいんだよ。結構美味しかったですね。多分生米だと思うんだけどな。なんかちょっとね、あの砂粒みたいな結晶っていうのかな、結晶化された、ちょっと砂粒っぽいものが入ってんだよ。食べたらわかるけど、まああれ売ってるかな、そうそう売ってないと思うけど、どこのスーパーにもあるような代物じゃないよね。あの三幸製菓さんとかさ、ああいうところの商品はまあどこのスーパーにも置いてあるけどさ、あのお醤油だけで味付けしましたせんべいはそうそう見ないと思うんだよね。まあ問い合わせとかしたら買えるかもしれないけどさ、まあネットで調べたら出てくるかもね、お醤油だけで味付けしましたってで検索したら出てくるかもしれないけど、これね、これシールなんだよこれ。でこういう透明の袋って、ね、小さな個人の、ね、お店が、まあ、使うものっていうのかな、でシール貼ってあるだけなんで、まあ、多分初期投資の安いやつっていうのかな、初期費用の安いやつ、これもシールなんでね、うるち米かっこ国産って書いてあるだけなんでね、醤油もまあ小麦大豆を含むってあるから、まあそういう醤油なんだろうなぐらいしか分かんないんでね。販売が丸井鈴木ってところなんで、まあそこに聞くのが一番いいんだろうなと思うけど、電話番号 03-5831-6621 ですね。まあ興味のある人はね、そこ電話して取り寄せてみるのもありかもしれないってとこです。買いたい人はね、多分送料とかかかると思うけど、お醤油だけで味付けしましたってやつね。まあだけっていうところがね強調されてるんでね、まあ、だけせんべいっていう風言い方でいいんじゃないかな、個人的にね。長いもんでね、商品名がちょっとあんまはなんかちゃんと書いてないっていうかさ、普通何々せんべいとか書かれてるよね、でも書かれてないんでね、まあだけせんべいっていう言い方でいいんじゃないかな。これ優秀なんでね、まああのおすすめします、ただ割とね硬いせんべいだったんで、まあやや固めのせんべいっていうのかな、すっごい硬いわけじゃないけど、普通のせんべいよりもまあ若干固めかなと思うんで、硬いせんべいがダメな人はちょっと分かんないですね、ちょっとこれはみたいな感じになるかもしれないけど、あの中に入ってる生米のかけらですね、かけらが硬いんでね。そこがまあ人によってね意見が分かれそうですね。私は良かったけど、逆にあれが美味しいみたいな、何もないただのせんべいよりもね、なんかちょっと一手間加えてるっていうか、なんか米のねかけらが入ってるってあんまないよね、割と美味しかったですね。どこだったら三幸製菓がなんかそういう米のかけらが入ってる粒が入ってるやつだね、おーなんか出してたような気がするけどな。まああのおすすめします、ちょっと一回買って食べてみてほしいですね、食べたらね、もう添加物入ってる必要ないんじゃねって思うよ。むしろ。もう添加物何のために入れてんのみたいな。ねえ。もうほんとそんな感じ。マジで美味しいし、味全然問題ないから。うまみとかね、全く問題ないって感じですね。あと、乾パン。乾パンはね、美味しかった。マジで美味しいね。あれ、味言うことなしだね。喉乾くけど、味はすごく良かった。で、まあ砂糖割と入ってんだけど、砂糖を取ってるって感じはない。あんまないっていうか、ほんのり甘みがあるっていうか、そんな感じなんで、砂糖がきついみたいなことはないんだよね。体にもそんなに悪くなさそうなんだけど、魂の反応はあんま良くないんだな。
あんまり良くない、うん、まあ小麦粉をたくさん取っちゃうもんでだと思うけど、あと味は良かった、うん、あと体に入れたフィーリングもそんな悪くないんだよね。まあ、割と使えるかなとも思ったけど、まあ魂はあんま良くないっていうってとこです。乾パン値段的にもあれで200円だからな、割と優秀なんだよね。あの味で、まあ、あの量で200円なら、まあ、個人的には結構いいなってとこですね。あと、高菜の油炒め。あれはあんまり美味しくなかったな。まあ、タンパク化水分解物入れてる、まあ、あれやめてほしいね、マジでね。マジでやめてほしい。まあ、そういうの気になるしね。うん、動物性の、まあ、なんていうのかな。くちゃくちゃのやつっていうのかな。そういうの使ってるわけだからさ。だけどなんかね、それだけじゃなくってね、なんか味がいまいちだったんだよね。変な苦味ってのかながあるってのかな、うん、あんま美味しくなかったですね、あれ。まあ今後は買わないけど、前に食べたあの高菜のやつが美味しかったんだけどね、前に食べたやつ、あれのあの味わいをまた楽しみたいなとか思ったけど、全然違ってたね。これはあれね、この辺のスーパーに売ってないんだよね。隣町まで行かないと買えないんでね。前買ったやつね、高菜の、なんだっけな、名前忘れちゃったけどな、油は使ってたね、あれ。高菜の炒めかな、高菜漬けかな、うん、よくわかんないけど。まあそんなところかな。割とお腹膨れたね。あのだけせんべいが結構膨れたね。あれお腹膨れる、いいわ、うん、で明日はかなり寒いんだけどさ、もうちょっと買い出し行くかどうしようか迷ってるとこですね。割とお腹いっぱいなんでね、朝ちょっと乾パン少し残ってたやつ食べたんで、お腹は落ち着いてるんだけど、多分途中足りなくなると思うから、買い出し行った方がいいかもしれないですね。ただまあ一応みかんもあるし、みかんだけでやれなくもないかなと思うけど、買い出し行けたらちょっと行きたいなと思ってるとこです。で、まあ、だけせんべいと、きらず揚げと、あと、まあ、味付けいなりとかね。まあ、その辺買ってこようかなと思ってるとこです。カリ豆、ちょっと飽きてきたね。ちょっと飽きてきた。うん、あと、マクロビハも、今日マクロビハ取ってからだね。取ってからなんかね、なんか頭皮だね。頭皮のつむじのやや右側のところだね。その辺に違和感があって、うん、なんか剥げそうな感じの違和感っていうのかな。うん、前に、カゴメの新商品で、このぐらいの大きさのやつだったね。あれ330だったかな。そのぐらいのやつで、中にクエン酸が入ってるやつだね。添加物でクエン酸が入ってるやつ。あれを取った時に出た症状と、まあよく似てたんだけど、頭皮に違和感が出て、なんかちょっとなんか痛みが、軽い痛みを感じるみたいな。なんか剥げていきそうな感じっていうのかな。そういうのが、今日出たね、症状として。マクロビハ食べてからなんだよな。関係あるかどうかわかんないんだけどさ。まあでもマクロビハもそろそろやめようかなと思ってるんで、あれもまあ油取りすぎちゃうっていうのもあるし、砂糖も入ってるんでね、まあそろそろなしにして、まあいいの見つかったしね、だけせんべい見つかったんで、まあ今後はマクロビハをだけせんべいにね、まあ置き換えてやっていこうかなと思ってます。まあシンプルだよね。最近間食の方が多いんだけどさ、うん、まあでもシンプルだよね。そんな感じです。そしたら実験生活1350日目完了です。それではまた明日。